速稼塾暗号通貨ニュースです。暗号通貨ゴーレムが数日で2倍にということでリップルの再来かと言われておりますね。まあ、アルトコインに注目が集まっているのはいつものことなんですけども、その中でもここ数日で、2倍にまで上げているキラー存在がいるんですよ。それが暗号通貨のゴーレムですね。まあ、まさかあのリップルのように爆発するんではないかと言われているんですが、価格の微妙な変動に気がついた、まあ、暗号通貨のファンが、まあ、ゴーレムに何があったのか、そう囁いた瞬間兆候が見られるのか探しました。スタートからすでに約30倍になっている計算です。まあ、リップルも1ヶ月で10倍、最安値から見れば50倍と爆発した記憶が新しく、まさか第2のリップルが出現したのかと注目した人がいるのもわかります。まあ、仮想通貨は現在の価値で評価しがちですが、まあ、大事なのは率なんですよね。ゴーレムはいつの間にかランキングも10から11位以内に入るなど着実です。実は昨年秋の ICO でも市場上位に入っていると報じられているんですね。細かい数字やグラフ、そしてさらにはゴーレムが行おうとしているプロジェクトがビッグ市場とどう関係しているのか注目の集まるところです。本日もありがとうございました。